こんにちは、ピオチャンネルでございます。今日もですね、なんか日本酒についてのお話をしたいなと思ってます。なぜ僕がこんなに日本酒にハマってるのか、日本酒をなぜ好きになったのか、皆さんにその魅力をですね伝えたいなと思っております。で、もともと私は日本酒がそんなにまあ大好きな人ではなくてですね、ワインとか焼酎とか、まあ、もちろんビールが一番好きなお酒だったんですけれども、まあ、とあるきっかけでですね、日本酒のことにすごくですね興味を持ちまして、いろんな銘柄をチャレンジして飲んで、で日本酒の歴史とかも学んでいる最中でございますね。では日本酒の魅力ね、まあ、8つぐらいをポイント絞ってお話をしてみたいと思います。まず一つ目なんですけど、とにかく飲みやすくて、素敵な美味しいお酒がたくさん出ているということですね。従来はね、あの日本酒となると大学とか新人になった時に、大人になって最初に一口目にするお酒って、まあ、大体日本酒のねイメージが決まっちゃうんですよ。僕もそうでした。で、美味しい日本酒っていうものに、まずですね、人生で初めて飲んだ時に、飲みやすい日本酒に当たる確率っていうのは本当にゼロに近いと思ってます。特にですね、昔は今ほど日本酒がそんなにいろんなバリエーションが富んでいるものではなくてですね、少なくとも僕があの大学時代の頃には今ほど日本酒のバリエーションあまり多くなかったんですよ。で、ここ最近すごく日本酒がとても、例えば女性のとかね、普段日本酒とかお酒飲み慣れてない人でも飲めるようなものになりました。まあ昔は甘口辛口だけだったんですけど、そこに酸味とか苦味とかですね、まあ旨味とかですね、微発泡、発泡性のものというものが出てきたりとかしてですね、かなり多岐にバリエーションが飛びました。特にフルーティーな香り、フルーティーな甘みというものがですね、ものすごくやっぱり増えてきましたね。まあそういうものをの、まあ、代表格といえば獺祭がまあ一番最初の筆頭に挙げられているもの、今でいうモダン系と言われているものですね。走りが多分私の知る限りだと獺祭が最初だったと思うんですね。それからいろいろ今いろんなものが出て、まあ、アラマサのナンバー6が出たりとか、あとまあ14代も最近のまあお酒なんですけども、14代もね、比較的新しいお酒なんですよね。とか、まあ、私のふるさとでいうと、ウブスナとかですね。そういったものがたくさん出るようになりました。千金とかですね。そういったものが出るようになりまして、すごく飲みやすくなりましたが、やはり最初にね、飲んだお酒というもののイメージがすごくいいイメージを持ってない方が多くて、まあ、あとはアルコール度数がやっぱり高いんですよね。で、アルコール度数が10度以上高くなってくると、ちょっと苦手の意識を持ってしまう人もいるんですが、最近はですね、まあ、サヌキクラウディといったお酒とか、実際ビールとあまり変わらないようなアルコール度数のものも出てますので、まあ、そういったものをですね、ぜひ飲んでですね、日本酒をね、好きになってくれたらなと思ってますね。一番に関連することなんですけれども、味わいの幅がとても広いということですね。日本酒を飲み比べっていうことをですね、まあ、体験してみるとそうなんですけども、初心者に飲みやすいフルーティーな甘みのある日本酒から、辛みが強くてキレがスパンってしているものとか、あとフルーティーといっても、まあ、リンゴのような香り、バナナのような香りとか、まあ、ブドウのような香りだったりとか、まあ、それ以外にも花のような香りだったりとか、製造する過程で酵母を使うんですけども、その酵母の使い方によっていろんな香りを出してくるんですね。その香りの幅、旨味、淡麗、濃厚とかですね、まあ、いろいろとバラメーターがあるんですけども、これはね、味わってみてほしいんですけども、同じ米と米麹で作っているとは思えないようなバリエーションがすごく豊富なので、比較的まあ僕としてはですね、クラフトビールもかなり味わいの幅のレンジが広いと思うんですけども、まあそれと匹敵するか、まさにそれ以上か、味の幅がとても広いので、まあ、これがね、まあ、魅力ですね。では3番目なんですけども、世界では最も複雑で難しいと言われている製造方法をしています。世の中にはですね、ジーンとかですね、ラムとかですね、あとビール、ウイスキーですね、焼酎、まあいろいろありますね。まあ醸造酒というものに入るんですけども、その醸造酒の中でも代表的なものっていうのは世界的にね、ワインとビール、そして日本酒になりますね。日本酒の場合は、まあ簡単に言ってしまえば、並行副発酵というですね、発酵方法をやってます。二度発酵させるイメージですね。ワインはブドウ糖からアルコールを生成するときに一回発酵させます。なので一回発酵なんですよ。ビールは二回発酵するんですけども、
発酵は2段階に分かれてるんです。なので1回発酵してもう1回発酵するって、この発酵が別々なんです。日本酒は1個発酵させながらもう1個発酵させる。なので1個の塊の中で澱粉からブドウ糖、ブドウ糖からアルコールという発酵を同時に行うんです。これが世界でも本当に極めて珍しい、発酵方法になってまして、おそらくまあ日本酒が最もその洗練された発酵方法になってます。この発酵方法というものがとても奇跡的で複雑で、また奥が深い。これが日本酒の魅力です。製造方法をもっと言えば、米の精米具合だったりとか、水を何を使うのか、麹を何を使うのか、酵母を何を使うのか、あとまあ米の品種だったりとか、磨き方だったりとか、水にどれだけ浸すのかとか、まあそういうことがですね、すごく複雑に絡み合って奇跡が生まれていくというですね、まあ日本人の知恵が詰まったものなので、ここが魅力ですね。はい、では4番目の魅力です。4番目の魅力はですね、まあ全てほぼご当地ものが多いんですね。皆さんそれぞれ出身県があると思いますね。北は北海道から南は沖縄まで。今までは作っていない、日本酒が作れない県もあったんですけど、現在は全て日本酒を作ってます。僕が若い頃は熊本県というのが一番最南端だったんですけども、今は鹿児島にも沖縄にも日本酒を作っている酒蔵があります。皆さんのお住まいの県には必ず一つは酒蔵、あと酒が作っている場所があるということなんですね。今までは北の方の米どころが一番美味しい酒を作っている、南の方は美味しい酒が作れないっていう言われてたんですけど、もうこれはもうそんなことがもう今なくなってしまってですね、九州でも本当に美味しい酒を作ってますし、品種改良によってですね、酵母の力、あと発酵技術によってですね、昔はね冷蔵庫とかあんまなかったんですけど、今冷蔵技術が発達して米の保存とか、あと米の品種改良とかによって本当に南でも美味しいお酒が作れるようになったということで、全国津々浦々美味しいお酒が作れていると。伝統でありながらも日本酒が今最先端の技術で、新しいものが革命が起きている時代なので、とっても面白い今時代になってますので、それがまあ日本酒の魅力の一つになってます。では5番目ですね、究極のオーガニック食品であるということですね。日本酒というのはですね、一般的には酒税法で清酒、そして日本酒という名前に分かれます。これもまたちょっと別に説明するんですけども、日本酒と名前が付けられるものに関しては、材料が米、そして米麹、水、そして酒税法で一応決められている材料があるんですよ。アミノ酸だったりとか、限定されて塩とかですね、いろいろ限定されているものがいくつかあるんですけども、それらを使ったものであるということで、いわゆるその中には添加物というのはないですね、基本的にね。でさらに言うならば、日本酒と名前を付けられるためには日本の原料で作り、日本のお米で作ったもの、かつ日本で製造されたものが日本酒なので、それ以外のものは外国で作られているものは日本酒というのはですね、名前を付けることができません。で、そういう場合は清酒というふうなブランドになるんですけども、何よりもですね、日本酒に関しては、特に純米酒に関しましては、お米とお米麹と水でしか製造を基本的にはできないんですね。例えばそれは発酵の食品なので、全て菌の力で作られているんです。味噌とか醤油とかと同じような発酵技術で作られているものなんですね。ここがポイントなんですけども、醤油、味噌ってラベルを見るとですね、お味噌は基本的には大豆、塩とかですねだけで作られているものなんですけど、よく見るといろんなものが使われているんですね。日本酒の純米酒っていうのは、裏ラベルを見てもらうと分かるんですけど、お米、米麹でしか書いてない。ここに、純米酒でない場合は醸造アルコールっていうのが書いてあるんですけど、醸造アルコールも基本的にはサトウキビとかから作っている天然由来のものを使ってます。だから日本酒というのはとってもオーガニックな、飲み物なんですよね。だからアルコール度数が高いっていうところでは、確かに体の合わないはあるんですけども、サワーとかですね、梅酒サワーとかですね、ああいうものを飲むよりもずっとオーガニックな飲み物なんです。なので究極のオーガニック食品っていうのは、もう本当に私がおすすめする日本酒の理由ですね。では6番目の魅力、これはですね、
それぞれのお酒を作る酒蔵さんにとっても深いストーリーがあるということですね。大体100年ぐらいの酒蔵さんってもうゾロゾロあるし、それ以上の歴史を持っているところもたくさんあるんですよね。日本酒のを飲む際にラベルがあるじゃないですか。で、酒造さんのがあるんですけど、その酒造さんのホームページを飲むときにぜひ見てください。で、その酒蔵さんには酒蔵さんの思い、ストーリー、どういう思いでこの酒を作ってるのか、どういうチャレンジをしているのか、そしてその酒蔵にはどういう出来事が起こったのか、どういう歴史背景があったのかっていうのを読むとですね、ものすごくやっぱ日本ならではのですね、歴史が本当に詰められているんですね。で、先人たちの知恵がたくさん込められていて、思いが込められています。そういう情報を見ながら、聞きながらお酒って飲むとですね、むっちゃくちゃ面白いんですよ。例えばなんですけども、以前の動画でも紹介しました宮神梅、茨城の宮神梅とですね、岩手県の赤部ですね、こういった酒蔵は特に東日本大震災で一度全壊をしてて、まあ、通常であれば廃業してしまうようなレベルなんですね。今でも酒蔵さんって、ちっちゃい酒蔵さんたくさんあるんですけども、もう年々後継者不足とか、お酒がやっぱり日本人が離れているということで、お酒が売れなくて、美味しくても売れなくて潰れていく酒蔵さんがたくさんあります。全壊をしたけれども、地域の人たちがぜひ復興してほしいということで、2年後に復興させて、今や愛されているお酒っていうのができているんですよね。単純にその2つの酒蔵さんだけでもすごくそのなんか応援したくなるような、そういったストーリーを持てたりするんですよね。酒蔵さんってね、簡単に お酒作ってないんですよね。明日廃業、翌年廃業っていう、そのギリギリの中で一生懸命職人の思いを込めてですね、皆さんに愛される酒を作りたいという思いで一生懸命やってる酒蔵さんが本当にたくさんあるので、そういうものを見ながら、聞きながら飲むと、日本酒の一滴のありがたさっていうのをね、感じることができて、それによって日本酒というのがすごく美味しく感じるんですね。やっぱ日本人の宝だと思うので、この宝を大事にしていきたいということが、僕が日本酒をね、好きになった理由だし、日本酒をもっともっといろんな人に知ってほしい、飲んでほしい、美味しいのに知られてないだけっていうことを僕はすごく感じるので、日本酒を皆さんにこうやって広めているということですね。では7つ目なんですけど、これは先ほど6つ目で喋っちゃった部分もあるんですけれども、やっぱり日本の伝統に息づいているということなんですね。日本酒の歴史を語る上で、欠かせないのっていうのは、奈良県の、ちょっとここでテロップ出しておきますね。ただ正確な情報はね、はい、もともとはですね、お寺で作っていた日本酒なんですよね。で、さらに、もっと遡っていけば、古事記にもお酒の記述が出てきますし、もともと日本酒は飲むものではなくて、神様に捧げるものだったんですね。君の名はっていうので、口神酒っていうものが出てきたということなんですけども、お米を噛んだ唾液から出てきて発酵させて、それを捧げたっていう、シンプルに言うとね、そこが始まりになって、で、その唾液で発酵させるっていうことじゃなくても、発酵する技術が発見されて、お寺の人たちがこう飲むようになって、それが庶民に一般的に広まったのは大体江戸時代ぐらいって言われてるんですけども、多くの庶民がお酒をたしなむようになったっていう、そういうものがあります。納豆にしてもそうですけど、味噌にしてもそうなんですけども、やっぱり日本人の発見、英知、そういったものによって生まれたということがですね、歴史が長いからこそ生まれたというか、歴史が長いからこそ発展してきた文化ということなので、それをやっぱり大切にしていきたいっていうのが、好きになったというか、広めたいって思った理由の一つになりますね。いろいろ語ってきましたけども、他にも理由があるんですけども、最後の8つ目はですね、私の体験です。日本酒の知識を得るとお話のネタにできます。日本酒の知識を身につけて、でそれを皆さんに飲みながらシェアをするわけですよ、ね、僕の知ってる限りの知識をちょっとね、お伝えするとですね、それがネタになって、よりそのお酒の場とか、人とのコミュニケーションの本当にね、ツールになるんですよね。酒蔵のストーリーとか伝統とかが、日本酒のそのバックボーンがね、ものすごく深いから、多くの人が興味を持ってくれるんですね。それによって仲良くなる、そういう経験を僕はたくさんしてきているので、皆さんのコミュニケーションツールとして日本酒の知識というのはとっても役立ちます。まず自分が興味を持たないと、それを見よう知ろうと思わないので、最初はね、自分が面白がる、日本酒を
まず美味しいと感じて好きな日本酒を見つけて、そこを糸口に日本酒の知識を知っていく。そして酒蔵のストーリーをすると面白さが本当に広がるんですよ。で、楽しみながら日本酒の知識が増えていく。飲んでも美味しいし、ということで、それで知識が増えたらそれを皆さんにシェアする。そうすると人の輪がつながるっていうことになってくるんで、とってもいい循環になっていくんですね。一番の理由といえば人との輪がつながるということですね。他にもいろいろね、語りたいことはあるんですが、今日はここまでにするということで、日本酒の魅力を8つ紹介しました。一つでも当てはまるものがあれば、ぜひそこからですね、日本酒の魅力にハマっていただいて、自分の好きな日本酒を、見つけるとか、というきっかけにしてもらえればと思っておりますので、面白かったと思ったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。次の動画はですね、私が学んだ知識の中から日本酒の作り方などもですね、紹介できる動画にしていきたいなと思ってますので、次回の動画もお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。